皆さん、こんにちは。追っかけ情報局のリコです。昨夜放送されましたスパークのお話をしていきたいと思います。まずはスパークから重大なお知らせなんですけれども、こちらはツイッターでもすでに公表されていますので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、まずそのツイートを読み上げますね。今年の1月からスパークマンデーを担当してきた BEFIRST。 9月いっぱいでスパーク卒業となります。しかし、JWave は卒業しません。10月から土曜夕方5時からの新番組を担当。お楽しみに、来週の最終回に向けて、これまでの放送で印象に残ったこと、もう一度聞きたいシーンなどメールお待ちしています。ということです。スパーク b ファースト卒業しちゃうんですね。 このことを聞いた瞬間はすごく寂しい気持ちになったんですけれども、ただ10月から新しい番組が始まるということです。しかも土曜日の夕方5時からということで、また今までと視聴者層も変わりそうですよね。BEFIRST をまだよく知らない方も、この時間ならお聞きになる方もいらっしゃるかもしれないので、とっても嬉しいことだなというふうに思っています。どういう番組の内容になるかというのもまた楽しみですね。 10月から JWave の新番組楽しみにしたいと思います。そして今回のスパークは、両きと竜平が担当していたんですけれども、竜平のいろんな新たな話を聞くことができたんですね。なので、ちょっとそのお話をしていきたいと思います。ですので、これからスパークを聞くよという方はネタバレになってしまいますので、ここから先ご注意ください。 はい。では、スパークの内容をお話ししていきたいと思います。まず、冒頭にですね、今回は両機が出演しているということもあって、廃炉の話になりました。廃ーの映画を b ファー s t のメンバーも見て、その映画の中のいろんなセリフだったりなのかな、そういったものが b ファー s t の中で今流行っているということです。で、その中で話していたことが、竜兵がちらっと 僕も廃炉に出たいって言ったんですね。それを聞いて、竜兵もそのがっつりアクションをするっていう感じよりは、こう、裏のボス的な感じの空気が似合いそうだなって思いながら聞いていたんですけれども、やっぱり竜機と竜兵もそんな感じで話をしていて、自分では戦わずに人にやらせるみたいな甘がいみたいなイメージだよね、みたいな話をしていました。 b ー,ーストの他のメンバーもすごく演技に興味があるような発言をちょこちょこっとしていますし、これから INI さんがドラマに出演しますよね。なのでそういうこともあって、b ー,ーストもいずれ俳優という道も出てくるのかなというふうにすごく楽しみになる一言でした。そしてその次に語られたことがすごくびっくりしました。実は劉兵は これから、スイーツを禁止するということです。これは本当にびっくりしましたね。で、ラジオの中では明確に理由は語っていなかったんですね。いや、なんとなくそうしてみようかなと思ってみたいなことしか言ってませんでした。で、料金がいつまでやるのって聞いたら、ドーム公演が実現するまでと言っていました。なので、これから竜兵は、 ドーームでででライイブができるまでスイーツを禁止にするとということです。すごくストイックですよね。もうあの甘いもの好き、スイーツ好きとして有名なりゅうちゃんがスイーツを禁止するっていう言葉を聞いた時に私ちょっと泣きそうになっちゃいました。もうどこまで頑張るんだこの子はと思って本当になんかすごいり兵の覚悟を見たなと思いました。 もちろんそういうふうなちょっと重いトーンでは言っていなくってなんとなくそうしようと思ってみたいな感じでしか言ってなかったんですね。でもその裏にはきっと竜兵なりに今後のことを考えて下した決断だと思うので本当にこれは覚悟を持って決めた決断だなというふうに感じましたのでもう私も見習わないといけないなというふうに思いました。 で、でも、両輝は、その、竜兵のストイックな決断をちょっと心配するかのように、なんか、例えば、何かのご褒美の時には、スイーツ OK にした方がいいよ、みたいなアドバイスもしていましたね。両輝の優しさが垣間見えました。で、その時に竜兵は、いや、あの、誕生日ケーキだけは絶対に OK にする、みたいなことを言っていました。 こうやって覚悟を持って頑張るっていうのは本当に素敵なことですけれども、まあ、両機の言うように、たまには自分を甘やかしてあげてほしいなっていうふうに私も感じました。龍兵頑張ってますね。本当に応援していきたいと思います。 そして今回の b ファーストミュージックは、龍兵がセレクトした女王蜂さんの曲だったんですけれども、私も女王蜂さんって聞いた時に、あ、いろんなフェスで共演しているよねというふうに思いながら話を聞いてましたが、やっぱりサマソニの裏などでお会いする機会があったというような話をしていました。 あの、シュントのウーバーワールドさんの話だったり、マナとの話だったり、たくさんこういうメンバーが憧れていたアーティストさんたちにフェスでお会いする機会があったという話は、本当に嬉しいですよね。彼らもきっとそこから刺激をもらって、また新たに頑張ろうという気持ちが芽生えているんだろうなというふうに思っています。そして今回も休食談義がありましたね。今までに続いて3回目の休食談義でした。 で、今回は、両貴と竜兵で、二人とも名古屋出身なので、話が合うかと思いきや、そうでもないんですよね。給食っていうのは、本当に地域によって、時代によって、いろんな違いがあるものなんだなっていうふうに思って、すごくこの給食の話は楽しいですね。りゅうちゃんが 英語のパスタが入ったスープみたいなことを言っていて、それは確かシュンとも言ってましたよね。だから、あ、この二人はきっと話が合うのかもしれないなと思いながらも聞いていました。りゅうちゃんの学校の給食はなんかすごく豪華そうで美味しそうだなというふうに思いました。それから最近のりゅうへいのオフの日には洋服を買いに行ったということで、バケハとパーカーと、あとワイドパンツを買ったって言っていたんですね。 で、私も今までりゅうちゃんって細身のパンツを履いてるイメージだったので、ああ、ワイドパンツすごいイメチェンと思ったら、やっぱり初めてみたいで、ワイドパンツで新たな自分を見せていこうと思うみたいな話をしていました。りゅうリュウちゃんの足の長さは本当に異次元なので、もうどんなスタイルでも似合いそうですよね。 そして、名古屋に帰ったらどういうことがしたいですかという話の中では、龍兵は中学校の時の友達と遊びたいというふうに言っていて、あ、これは本当に等身大の龍兵の心から出てきている言葉だなというふうに感じました。これからまた全国ツアーが始まって本当に忙しい日々になっていくかと思いますけれども、どこかで一度地元に帰ってお友達とゆっくり過ごす時間が取れたらいいなと思いました。 はい。ということで、今回のスパークはですね、特に竜兵の話が盛りだくさんで、今まで聞いたことない初出しの話もあったので、お話をさせていただきました。やっぱりこのスイーツ禁止っていう言葉は私も本当にびっくりしたので、竜兵の覚悟と決意を応援していきたいなと思います。10月からの新番組も楽しみですね。はい。以上です。 どうもありがとうございました。追っかけ情報局リコでした。